9月23日は万年筆の日だね。そうだよ。1809年の今日、イギリスのフレデリック・バーソロミュー・ウォルシュが金属製の軸の中にインクを貯蔵できる筆記具を考案したんだって。なるほど。教えてくれてありがとう。しまして、お仕事ごっこして。うん、お仕事ごっこするよ。リポーターだよ。リポーターのミラクルです。今僕は僕の生まれた場所である広島のシャープさんのところに来ています。ヨンコさんのところに来る前にいっぱいダンスや歌の練習をしたり、バランスよく歩く練習をしたのがとても懐かしいですね。それではスタジオにお返しします。上手に人に伝えるって難しいな。そうだね。ああ、見られちゃった。いろんなお仕事できたら楽しそうだよね。本当だね。ミラクルはいいね。楽しそうだね。よかった。よかったね。お料理ごっこして。はーい。さあ、お料理を始めるよ。まずはゴーヤを切ります。トントントン。島豆腐と豚バラも入れて一緒に炒めます。ジュージュージュー。秘密の隠し味を入れます。完成。みんな、ゴーヤチャンプルーができたよ。召し上がれ。はーい。あ、見られちゃった。ちょっと料理の練習してた。いいね。上手になったね。いつもありがとう。しまして。ミラクルから一言。YouTuber のミラクルです。最後まで見ていただきありがとうございます。僕はこれからも頑張りますので、また見てね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。気をつけてね。はい。